なんかこれ覚えられちゃいそうですね。到着した際にはお取り方し、お取り方し。ここは日本、大阪です。今日は回転寿司で日本全国店舗数1位誇るスシロー行ってきました。場所はここです。下の概要欄にリンク貼っときますけど、スシローって日本全国どこにもあると思うので、この店舗ということでこだわることもないかと思います。自動化やばいっすね。テーブルの案内も機械、お会計もこんな感じっていうことですよね。韓国語対応も完璧で、外国人にも優しいパネルです。お寿司の種類も豊富。当たり前かもしれないですけど、従業員が席に着くこともないですね。全部自動化です。回転はしてるけど回ってるもの少ないって思ってたら、理由はシンプルでした。注文するとですね、自分の注文したものだけレールで席に回ってくんですね。レールで運ばれるお寿司のお店、確かに行ったことありますけど、スシローもこんなスタイルだったのかですね。必要なものも全部テーブルに揃っていて、自分でご自由にですね。まず火がノンアルコールでですね、자꾸저얘기나온다なんかこれ覚えられちゃいそうですね。これ200回ぐらい聞いたんかな。喉枯れてまうで。이제좀먹어보겠습니다첫점입니다아역시그릇이되게싸구려같아보여가지고음식도싸구려맛이날거라고평균을좀가져버렸는데색감이되게좋습니다이거150엔이라고진심이야お値段もリーズナブルです。違うか、リーズナブルではなく優しすぎですね。내타도샤리도좀작구나라고생각해서작으니까싸구나라고생각했는데그게아니고반대로작게만들어서여러가지를다맛볼수있다는거배가작은사람도여러가지를다맛볼수있게끔저렴하게만들었다는게와감동인데이거이가격에접시가싸보인다는것까지내가뭘알수없겠지만그거말고는맛은상당히좋습니다일단제가좋아하는히카리모노히카리모노와이맛이다히카리모노진짜거짓말아니고과식하고싶은맛이다와이렇게해서말차도邪道のお寿司って言いましょうかね。いろんな種類のお寿司あります。唐揚げとかもあって、お得なセットメニューとかもあります。저는시소를좋아해서엔가와랑시소랑이렇게같이있으니까엔가와에서단맛이배가되는느낌입니다근데시소를안좋아하시는분혹은시소를드셔보시지않으신분들은아니이게뭐야할수있는맛이기도하니까요시소는일단처음이시라면빼서살짝한번맛보시고되겠다싶으면은같이드셔보시고아니면은빼고드시는게덜위험하실거라고생각합니다근데제가그냥이렇게먹었을때는단맛을배가시키는위력이있는그런느낌이듭니다맛있습니다생각해도꼬득꼬득한맛이있습니다군남인데이쁘라단새우새우야나알단새우뭐요날이되게크진않는데상큼하고맛있습니다새우오징어누가먼저냐하면은새우가먼저지요새우가작긴한데달달합니다아까부터그랬습니다사이즈가작을뿐품질은괜찮습니다정말로근데사이즈가작다보니까애기에게이성계가나오겠지만그냥한입들어가면은아오히려작아서다행이다이런생각이듭니다크면은여러가지많이못먹으니까이것도일본사람들니즈일거라고생각합니다저는작게작게더작게작게만드는거100% 만족이라고는할수는없겠지만 KO 승아니고판정승정도된다그리고인기있는데는다이유가있다고생각합니다그러니까이정도면딴데가지
딴 데가 있으면 딴 데 가면 됩니다. 근데 딴 데가 명확하지 않으니까 이 브랜드면은 아 이 맛이겠구나에 대한 커팅이 있으니까 그 커팅에 사람들이 다 들어오는 거죠. 이 정도 마시면 괜찮으니까. 그래서 점포 수가 많고 손님도 많고 인기 있는 데는 다 이유가 있겠죠. 나는 괜찮아. 나는 또 올 것 같아. 주변에 마땅한 그 회전초밥집이 없고 그렇다면 난 또 올 것 같아. 그냥 앵콜 해야 되겠다. 앵콜. 계란초밥은 그냥 먹으면 되지요. 일본에 마시네. 디저트와 음식의 중간에 있는 듯한 느낌의 계란말이. 오늘 저의 앵콜 초밥은 정어리입니다. 역시 정어리 한국에서 잘 안 파는 생선이고 제가 특히나 일본에서 먹었을 때 가장 좋았던 생선이기도 하고요. 한국에서 안 팔기 때문에 도 있고 내가 좋아하는 것도 있고 라는 취지에서 정어리를 앵콜로 하고 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 外国人である自分が勝手にお寿司の品質について語るまでもないと思います。日本全国民が分かる味、知ってるビジュアルだと思います。美味しかったです。コスパも良くて、このコスパなのに量だとか効率だとか語るってチンピラですよね。小腹空いた時に一人で一人席座って軽く食べても良さそうな、あまりにも自動化便利すぎて客として客単価低くてもなんか悪かったよなっていう気持ちも省くかと思います。動画では撮れてませんけど、大人同行じゃない中学生のような人8人ぐらい座ってはしゃいでお寿司食べたりして、もちろん大人の方とかもいて客の年齢層も広いって感じです。誰が食べても美味しいってことでしょう。全国すごい数の店舗、お値段優しくてお寿司は良質、全国どこ行っても行ける、外国人にも優しい、自動化で便利、最後の会計まで自動化ですね。便利な世の中、超便利な店。以上、初めてスシロー行ってみた感想でした。ということで今日もごちそうさまでした。